皆様こんばんは、今週も始まりました今すぐあやかりたい幸せ率のお時間です。12月20日になりまして、まあ、年内、まあ、最後の、まあ、放送になったというわけなんですが、あの1年間2017年も本当にありがとうございました。皆様まあ、2018年も各週水曜日お届けしますので、ぜひ楽しみになさっていてください。そしてですね、私個人的に今日はですね、まあ、9月からゴルフを始めまして、今日はですね、私念願のプロゴルファーのこの方にゲストにお越しいただいております。ご紹介します、佐々木恵子さんです。よろしくお願いします。やったー、はい、夢が叶いまして。よろしくお願いします。お願いします。恵子さん、実は私、はい、この番組、まあ、1年半ぐらいになったんですかね、はい、ずっとそのゴルフ始めてから、はい、プロゴルファーの方来ないかな、はい、来ないかなってささやいておりましたら、本当に年内お越しいただいちゃったみたいな。お誘いいただきありがとうございます。とんでもないです。1時間どうぞよろしくお願いいたします、はいはい、よろしくお願いします。もちろん恵子さんのことはご存知の方も多いかと思うんですが、恵子さんの方から少し自己紹介、はい、一言お願いできますでしょうか。はい、はい、佐々木恵子と申します。主婦をしながらプロゴルファーをしております。来シーズンレギュラーツアーでちょっと頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。わありがとうございます、はい、ツアー3月からっておっしゃってましたもん ね、はいはい、本当にもう楽しみな限りで後ほど恵子さんの人生をちょっとグラフにして、はい、していただいているので、はい、ちょっと皆さんにお見せしながらお話できたらなと思ってます、はいはい、ますこちらこそで、はい、私恵子さんに本当に質問したいことは山ほどあるんですけれども、はい、バラエティ番組とかトーク番組っていうのもよく出られてらっしゃるってお聞きして、いやでもそんなに今は出てない、はいはいはい、ちなみに占いって先ほど打ち合わせで話してましたが、はいはいはい、占い自体は、まあ、ご興味っていうのは興味はすごく、はい、ありますね、はいはい、試合の前にそうです、先ほど伺ってて、はい、試合の当日の朝に、はいはい、大体ウェアで悩むので、はいはい、そうなんだ、iPhone で、はい、今日のラッキーカラーっていうのを必ず調べて、はい、それでウェアを決めたり、はい、そうですね。そうなんだ、はい、ちなみにウェアの色決められて、はい、これはまあ、ネットなのであれなんですけど、はい、会社さん提携してらっしゃる会社さんのウェアってことなんですか。あ、いえ違います。本当に自由に、はい、そうなんだ、はい、そうなんだ、はい、後でちょっと個人的に聞こう、どのブランドがお好きなのか、はいはい、ありがとうございます、はい、で先ほどもお話ししていた恵子さんのですね、人生をグラフにしてきていただいているのがこちらです。ドン、どうでしょう、アップンできますでしょうか。こちらですね、横が年齢で縦が幸せ度なんですけれども、恵子さん、そしたらどこからいきましょうか。これ15歳、ゴルフのある、札幌日大高校に入学、はいはい、ちなみに恵子さん、ゴルフっていつぐらいから始められたんですか。ゴルフクラブを持ったのはここの、はい、高校に入ったのが、そうです、初めてなんですけど、これはですね、友人に、はいはい、ゴルフ部の人数が足りないので入ってくれと言われたので、はい、活動はしない幽霊部員ですね。あ、そうなんですか、はいはいはい、ゴルフのじゃルールだったりとかもこの時はまだもう適当です。へー、はい、そうなんですね、はい、で入られて18歳でゴルフ場に就職ってなってますが、この間はどんなことが。これはですね、はい、高校、一応高校3年生で大学受験をするのに勉強してたんですけど、はい、やりたくなくなってしまって、はい、全然でこの、まあ、ゴルフ部に一応入ってたので、はい、じゃあゴルフ場に就職しようって1日で決めてって感じですね。ということは北海道出身でらっしゃるってことですね。そうなんです。違います。父の転勤で小学校5年生の時に北海道に行ったんですけど、はい、はい、その時に、はい、出身は神奈川です。あ、なるほど、はい、なるほど、はい、それでじゃあ一応ゴルフ場に就職なさって、もう高校時代は何か試合とかもあるんですかね。試合に出るのに人数が足りないので、それでゴルフ部に入ってくれと言われたので試合の時だけゴルフ部になって試合にちょろっと出るみたいな。すごい。なので私ゴルフ歴にここ入れてないんですね。そうなんですか、はい、でも
それだけ試合に出られ、お声がかかるということは、はい、それまでに何かスポーツってされてらっしゃったんですか？スポーツはサッカーと水泳と、あ、はい、やっぱり、いやでもで中学でバドミントンをずっとやってました。そうなんですね、はい、やったからかなってやっぱ思いましたね、うん、やっぱりで、ゴルフ場に就職されて、はい、これ19歳で研修生に。そうです、この就職して、半年か1年近くは普通にキャディーの、はい、キャディー業務をして、キャディーのをしながら練習をして、80代を出せないと研修生っていう形になれないゴルフ場だったので80代ですか、はい、私この間コース2回目で とんでもない金あれだって148ぐらい叩いてました。結構行きましたね。すいません、叩いてました。すいません、すいません。そうなんです。はい、でそれにテストがあったんで、研修生テストっていうのに合格して、ここからをゴルフ歴として、私は、はい、80年、そうなんだ、はい、で24歳で2回目のプロテストに落ちて引退を宣言。そうです、落ちた日、引退を宣言というか落ちた日に、はい、もう本当その試合の会場に、増田哲也さんというレッスンのプロの方がいらっしゃるんですけど、その方にも落ちてホールアウトして不合格が決まって、はい、ちょうどそこにいらっしゃったので、はい、私はあと1年でゴルフをやめますと宣言、はい、宣言して、なので1年間教えてくださいって頼みに行ったんです。その場で。そうなんですか、はい、個人的に。じゃあそうです、もともとちょっと面識があったので、はい、教えていただきたくて、もう落ちてここで帰っちゃうと次会えないかもしれないので、会える今のうちにちょっと頼みに行こうと思って行きました、はい、で行かれて、そこから斜めに上がっておりますけれども。そうですね、1年間教えていただいて、次の年のテストで合格、はい、合格、あ、トップ合格でございます、はい、これすごいですね、まあ、これセンスもあるんですが、1年でトップ合格ってやっぱりこれはすごい。いやいや本当に、うん、コツをつかむと早いんじゃないですか、いろいろ恵子さんって。スポーツはすごく好き で、ね、はい、ただやっぱり逆にゴルフが一番なんていうんですかね、伸びが悪かったというか、自分の中でうまくいかないので、逆に今まで続いてるのかなっていうのがあるのかなと思います。なるほど、なるほど、はい、そうなんだ。そしてその後、これ31歳でご結婚されて、はいはいはい、その後出産もされて、はいはい、今7歳とおっしゃってましたね、女の子で、はいはい、一緒にゴルフ場も行かれるっておっしゃってましたが、練習場にたまに一緒に連れて行くんですけど、どんな感じなんですか、娘さん。はい、3球ぐらい打って、はい、座って、はい、後ろで YouTube 見てますね。ママのはでも、はい、ママのフォームとかも打ってる姿ももちろんいつも、あ、もう全然興味ないです。でも本当ですか、はい、そうですね、はい、ゴルフ自体はなんか見たりするんですけど、はいはい、自分がやることには全然興味がないみたいなので、はい、でも嫌とも言ってらっしゃらない感じなんですか。やるのは嫌みたいな。やるのやるの嫌やるのでも、もちろん、もちろん趣味だったとしても、はい、娘さん将来あれですね、恵子さんと一緒に回れたら。そうですね、ちょっといいですよね、そうですね、大人になって一緒に回れたら私本当にそれがもう、はい、それすごくいいですよね、うん、そうですね、はい、遊びで回れればそれいいですよね、はい、もうプロとかは全然なってほしいとも思わないので、はい、そうなんです。でもいや、これ将来でもありますよ、一緒に。はい、ああ、いいですね。なんかごめんなさい、話が私今すごく妄想が膨らんでますが、お孫さんができた時に一緒に回ってらっしゃるといいですよね。ごめんなさい、妄想が膨らんでましても。すいません。はい、いえいえ。そして、はい、まあ、出産なさってその後復帰もされてらっしゃる。そうですね、はい。これ復帰ってなんて言ったら。復帰するつもりはあったんですか、もともと。そうです、復帰するつもりが あって、はい、うちプロゴルフのでも3級が取れるんですね、はい、なるほど。なんでこの1年1年半結局取ったんですね、3級を取って、はい、そこから復帰しました、はい、わでされて、その後もあんま上がってらっしゃってレギュラーツアーに出場されて、はい、っていうことで、はい、今後も、ね、はい、上がりまくっていかれるんじゃないかなって嬉しいですね。もちろんです、もちろんですよ、はい、ありがとうございます、ちょっと聞いてきちゃったんですけれども、皆さんにもいろいろ伝わったんじゃないかと思いますが、コメントも来てたのでちょっと拾いたいななんて思うんですが、ここかな、ね、ポチッ、来てますね、やっぱり結構来てます、はい、ですね、あ、もうすぐかな、あ、佐々木プロ楽しみですってことでありがとうございます、うん、
あら、ね、恵子さんも素敵って来てて、主婦でプロかっこいいだったり、あら、いつもコメントのコアラちゃんもありがとうございます。早速質問が、はい、長年ゴルフをしているんですが、全然上達しないです、はい、佐々木プロが上手くなるきっかけって何だったんですかって来てますね。知りたい。上手くなるきっかけですか。知りたい。何でしょうね。練習。もともと、ゴルフにかけられる練習ってお好きでしたか。私練習の方が今でも好きですね。そうなんだ、はいはい、そうですね。試合だと少しなんていうか緊張も緊張しますね、はい、緊張します。あ、でもナチュラルなコンディションでやっぱり試合もできたら一番いいですもんね。そうですね、できた方が。でもリラックスやっぱしすぎてる時も良くないので難しいですね。ちょっとこう、はい、そうかそうか、そのバランスが、いい緊張感がある中でも、はいはい、まあ、リラックスもあってっていう時はいいですけど、はい、リラックスしすぎてるとこう集中しないし、なんか難しいですね、バランスで、はい、そうか。まあ、私もねもう始めたばかりなのであれですが、うん、やっぱり練習行って何か練習でこういう風なところを集中的に注意するといいよってありますか。でも、はい、やっぱり人に癖、悪い癖が絶対あると思うので、はいはい、まあ、今とかだと器具とかもいっぱいあるんですね、はい、練習器具とかも、はい、でただやっぱ球打つよりはテーマを決めたりとか、なるほど、うん、やって、そうですね。あと皆さんやっぱフルショットばっかり練習される方の方が多いんですけど、はいはいはい、小技というか、アプローチとか。確かに確かに、途中まで。そうですね、はい、そのよく世の中でハーフショットの練習とかをされた方が上達はするんじゃないですかね。なるほど、はい、なるほど、うん、ちょっと皆さんにも届いたじゃないですか、はい、私もちょっとそれでさせていただいて。練習はもちろんやっぱりしたいんですけど、はい、練習の内容が多分大事なので。確かに、はい、確かに。ありがとうございます、はい、やっぱり運動神経がいいですねだったりとか、ね、引退を1回宣言したことでしょ。ゴルフをやめるっていう。そうですね。でもその辺結構いろいろ潔いですよね。こう、そう、結構スパッとしてます。いいですよね、はい、やっぱそこがさすがですよ、はい、で、主婦プロゴルファーならではのしんどさって何でしょうかって来てます。お子さんがいてって。しんどさはそうですね、そうですね、やっぱ子供が生まれる前まではもう、はい、24時間自分の、ね、好きなようにやってたので、私本当に1日中ずっと練習してるタイプだったんですけど。すごい、はい、ですけどやっぱ今は今ね、小学校2年生なので、はい、まず学校に送り出して、はいはい、で学校行ってる間は練習をし て、で帰ってくる時間にはできるだけ家にい、はい、れるようにしているので、そうするともう今までのもう3分の1も多分練習してないんで、はいはい、そこは正直しんどいって言えばしんどいですけど、はいはい、うん、でも、はい、逆に集中するところもあるというか、今やらなきゃいけないっていうのができるんで。確かに確かに、はい、そうか、メリハリがついたのかな、はい、ありがとうございます。そして、うん、ママでプロかっけーだったりとか結婚出産大変でしたねだ、とっても素敵でかっこいいですだったり、あと恵子さん、何をしている時が一番幸せですか、はい、って来てます。これちょっと私も聞きたいですね。何をしている時が今。そうですね、はい、まあ、子供とた、ね、家にいる時も楽しいですし。あ、動物とか飼ってらっしゃるんですか。いや、動物は飼ってないです、はい、そうなんだ。いや、犬を飼ってたんです、飼ってるとかいるんですけど、はい、あのちょっと今人に預けて。あ、そうなんですね、はい、そうなんです。でもご飯、美味しいご飯を食べたりとかの方がいいですね、はい、食べるの好きなんで。確かに、はい、特に何が好きですか。お肉が好き。あ、一緒だ、分かる。やっぱりお肉大好き。いいですよね、はい、お肉分かる。私も肉大好きです。私焼肉とかもいいですよ。焼肉、いや、いいですね。いいですね。でもあんまり焼肉今行かなくなっちゃったんで行きたいですね、またですね、はい、そうか、いいですね、いいですね、はい、ありがとうございます。ちょっと後ほどまたコメントを拾いまして、はいはい、皆さんも質問などあればぜひ書き込んでください。そしてあの恵子さん、この番組今すぐあやかりたい幸せ術って名前がついてるんですが、はいはいはい、恵子さんから見てる方に恵子さんの目線でこんな風に思ったらなんて言ったら少しでも前向きに生きられるようだったりとか、うん、何かアドバイス皆さんにぜひ。はい、そうですねワクワク。そうですね、はい、まあ、結構3年4年ぐらい前まですごくこう、うん、マイナスに物事を考えるタイプだったんですけれども、そうですね、常にいい方にプラスに考えるように変えてからだいぶ
こう気持ちが楽になったというか、確かにそれを言葉にも出されてらっしゃるって伺って、はい、そうですね、できるだけその日、はい、まあ、ゴルフだったら、はい、ラウンド中に良かったことをできるだけ1日10個ぐらいは出せるように、はい、すごく私もゴルフ一応回ってみて思うのは、うん、いろんな方がいてやっぱり思う方向に飛ばなかったりとか、はい、気候でもあったりとか、はい、体調もあったりとかして思う方になんかうまくいかなかった時にやっぱり精神的なスポーツなんだなってすごく思ったというか、そうですね、すごく、はい、それが出やすいスポーツなんだなって思ったというか、はいはい、だからやっぱりそのうわーとかやっぱ出やすいなって確かに思っていて、はい、そこってあえていい風に何かポジティブなところ探していくってやっぱさすがだなと思います。あ、でもそれはそうですね、助言を人にいただいて、はい、本当にゴルフしてて、はい、ちょっと完璧主義者なところが あるので思った通りにいかないともう本当ため息ついてあーって肩も落とすし、はい、っていうプレイヤーだったんですけど、はいはい、まあ例えばため息をついちゃったら、はい、吸い込む。入れてはあ、はあ、はあ、やばいやちょっと吸い込んで やるようにもしてますし、いやいいですね。いや全然出る分にはでもそこから吸い込む。でそう、これは岡本彩子さんも にも言われたんです。ため息ついたらどんどん悪くなるから、はい、もしやっちゃったら吸い込めって言われたんで、わかる、はい、それはスピリチュアル的に出ちゃう時もあるんで、プライ中うまくいかない時どうリカバーリーしますか。あ、ゴルフされてるのでね、気持ちですか、カメラの方も。なんかあ今日はやばいかもって気づいた時に、はい、どう修正していくのか。あ、これ聞きたい。メンタル面な感じ、まあ、両方ですか、ね、お、私は結構ショット、実際ショットが悪く今日うまくいかないなと思ったらまずちょっと修正いじります。その、球位置を変えたりとか、で、はい、ボールの構えたボールの位置を変えたりとかで修正はするんですけど、はい、もう何ホールか行っても修正が効かないなと思ったら、はいはい、とりあえずパーを取りに行こうっていうもう気持ちよく多分もう変える。なるほど、パーに集中する。そうですね、なるほど。もうショットがうまくいかないのはもう、はい、何ホールか行ったらもう今日は分かったと。なるほどなるほど、はい、なのでこのひどい中でもうパーを取りに行こうっていうなるほど、目標設定を少し変える。下げるですね多分、はい、でやってってやってって、はい、まあうまくそれでもうまくいかないと思うんですけど、あるんですけど、でもそうどんどん下げるようにしますね目標を。なるほどなるほど、上げてっちゃうともっとプレッシャーがかかっちゃうので、あもう今日はこういう日だからなんとか受け入れてってことですよね。そうですね、今を受け入れるみたいな。あ、すごく大事、はい、それってこういう業界スピリチュアル的にも、はい、やっぱりそれってすごく精神面すごくそれ大事かなって、はい、受け入れることって、はい、いかがでしょう、カメラの方納得うなずいてらっしゃってよかったよ。そうか、でもなんか高望みするとね、はい、自分ができないプレーもしたくなっちゃうので、ここ2ヶ月ぐらいはとりあえず目標は今できることをしようっていう感じのすごくそれ大事だと思います。はい、ずっと言い聞かせながらやってたんですけど、おっしゃる通りです、はい、こちら側からすると例えば未来、はい、例えば半年後どうなるだろう1年後どうなるだってそこにエネルギーを注ぐよりは、うん、今現在、はい、何ができるかって考えて進んだ方がもう絶対に身になるというか、うん、自信にもなるので、うん、いやその辺はすごくよく気がします。はい、ありがとうございます。本当に皆さんにも伝わったんじゃないでしょうかね、これね。もう楽しいです。でそうだ、ゲコさん、はい、私鑑定士もやっておりまして、はい、まあチャネリングカウンセラーっていうその方にチャンネル合わせさせていただいて、はいはい、まあ、見させさせていただいてるんですが、はいはいはい、特に私その方の魂の声が大好物でございます。はい、大好物です。好物ですか。大好物でございまして、はいはい、何かその視点から見させていただけたらななんて思うんですが、はいはいはい、お願いします。何か、聞いてみたいこととか考えてらっしゃることってありますか。とりあえずもう今は来年の、はい、レギュラーツアーが出れるようになったので、そうですね、それもまたすごい。ちょっとレギュラーツアーに、ね、4年ぶりぐらいなんですよ、ちゃんと出れるように。ずっとステップアップツアーってもう一個下の下部ツアーの方で出てたんですけど、はいはい、4年ぶりにレギュラーに行けるので、はい、やっていけるのかなっていうちょっと不安がすごく大きいので、はい、ちょっとその辺について、はい、了解です、はい、そしたら恵子さんその場所での目だけちょっとこうやってちょっと閉じていただいて、はい、少しお待ちくださいませ、はい、お待たせしました。本当ね、恵子さん本当に早い。はい、まず恵子さんご自身もこれ感じて手応えは感じてらっしゃると思うんです、はい、今年
積み上げ、これまで積み上げてきて、はい、いろんなことが上がり下がりあったと思いますが、はい、今年少しずつ手応えを感じてらっしゃる、はい、まだもちろんご自身の中でこれ来年からできるなっていう手応え少し感じてらっしゃる、それ間違いじゃないです、うん、本当に来年からその手応え思ってらっしゃるのが現実化してくるので、はいはい、それぜひ自信を持ちになって、間違いない、はい、本当に、はいはいはい、で来年もちろん不安もあるかと思いますが、期待も私はあると思うんです、はいはいはい、今拝見させていただいて、はいはい、そっちの方にフォーカス、期待にフォーカス、はいはい、間違ってないので、うん、はい、で、あのですね、今ね、今本当に光の道が できてらっしゃるので、うん、進む方向っていうのはもうご自身で、なんて言ったら先を見ろということではなくて、ツアーま直前始まってしまうと、もう目の前がもう道が分かってくる、だから先を見すぎないで、うん、やっていくと自然に、あ、こっち行けばいいのかな、こっち行けばいいのかなっていうのが出てくるので、はいはいはい、もう、やりながら調節していくって形で全然大丈夫ですよ。先に変に、あの、なんていうの、もともと恵子さんってハートで感じる方、うん、感性で動く方、はいはいはい、直感力に優れてらっしゃるので、直感って言ってもこっちの直感じゃなくてここの直感、はいはい、今言ってたあれですが、うんうん、なんか感じていただけたらなと思うんですが、ここで考えすぎると、うん、いろんな人のいろんな言葉がわって入ってきたり、はい、いろんな、ね、ネットとか周りからわって入ってきたり、うんうん、ここでぐる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 感じて、なん、扉が閉まっちゃったりとか、分からなくなっちゃうので、ここの直感でもうやり始めれば自然と、これまでの本当に実績っていうのが終わりなので、やり始めればそれだけ自分がその進み道が分かってくる、うんうん、それでいいというか、はい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 、だから何て言ったらいいのかな、来年以降を波に乗ってくるので、はい、で少し一つ、ちょっと気をつけておいていただきたいことは、ここが心のここが形に出やすくなりますので、はいはい、ここができるだけその間違っていないので、ポジティブな方にだけ向いててくだされば、うん、はい、全然本当に実現、ある意味は全然実現しないというか、はいはい、あと先ほどご自身が完璧主義っておっしゃってましたけれど、うん、はい、それはすごくいいことって言ったらいいのかな、はいはい、いいことなので、はい、それを猫さんって今すごくその今41歳になられて熟成した女性でいらっしゃるので、もう昔のその20代30代の恵子さんではない、はいはい、過去のご自身じゃないので、はい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 、もう今の自分に自信を持って過去と切り離していったらいいのかな。あ、なるほど、はい、そういうメンタルでぜひ進んでいただけたら、はい、ありがとうございます。超楽しみだと思います。私も応援しております、ね、はい、ありがとうございます。恵子さんこんな時に言うのあれなんですが、はい、もし本当によかったらご一緒にラウンドワンの練習してください。100ぐらいまでは多分すぐいけると思います。はい、全然ぜひ。やったー、あとでちょっとやったー、ちょっとここでイエーイ、ちょっとぜひ本当によろしくお願いします。ありがとうございます。はい、いえいえ、もういけます。はい、話を聞いてみて心当たりとかありますか。あ、今の話を受けて、いかがでしょう。はい、すごい頭でっかにそのいやなるって言われてたんです。はいはい、さっき言ってたんですが、はい、こう頭で、はいはい、でもっと直感とかを使った方がいいんじゃないのとは結構昔から言われてるんですよ。そうだったんですね、はい、アドバイスが、はいはい、あったんですけど、はい、その試合中ってやっぱ緊張とかやっぱ強くなっちゃうんで、はい、ここがなくなっちゃうんですよね、はい、だから頭でっていうのがすごくあったので、はい、今のお話を聞いて、うん、嬉しい、逆に気楽にできるかな、もうちょっとっていう。もともと恵子さんはこちらの方なんですよ。はい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 、なんか楽しさとか初めてのことに挑戦とか、あ、はいはいはい、そうですね、ウキウキしてらっしゃる、うんうん、好奇心旺盛な方なので、はいはいはい、やっぱここですよね。そうすればもう全然試合でも、はい、そうですね、楽しく、正直だからその楽しめなかったんですよね、試合を、その若い頃は。あ、もうこう頭で、今はあとあれですよ、ちょっと周りの方に何て言ったらいいのかな、シンクロ体質なので周りが緊張していると、うん、自分の緊張じゃないのにもらっちゃう時があるので。あ、なるほど。結構ご自身そんなに緊張してらっしゃらなかったりするんですよ。あ、そうなんですか。あと実はそうなんですか。実は人の緊張までもらってらっしゃるので、ただ結構それだけだったりします。あ、そうなんですね。勘違い、勘違いですね。ちょっとこれ緊張してきた、あ、これ他の人の緊張ももらってるなって思うと結構楽になると思います。そうですね、そうですね、うん、それいいですね。イエーイ、イエーイ、ありがとうございます。ということで、あ、けいこさん、はい、
あと今後半あるんですけれど、ここからは、はい、一応電話占いなんですけれども、はいはい、実際にお電話をここでつなげて、はいはい、視聴者の方とこの後ゲスト鑑定士の方を呼びするんですが、はい、ちょっと生電話で鑑定にご一緒に参加していただけたらなんでと思います、はい、本日のですねゲスト鑑定士のこの方をお呼びしたいと思います。2回目の登場、リサ先生でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。リサ先生の魂大好物なんですけども、私本当にもよかったです。イエーイ。ということで、こちらこそです。リサ先生はまあ、霊感で心情を読み解いてらっしゃって本当に大人気の先生なんですけれども、今日リサ先生に鑑定をしていただく視聴者の方、ちょっとご紹介いたしますね、はいはい。40歳の同い年で40歳、これ今日ですね年齢違いんですよ、本当に年齢一緒なんですよ。40歳の既婚の女性の、まあ、K さんということで伺ってます。もしもし K さん、こんばんは。こんばんは。あ、こんばんは、よろしくお願いします。あ、はいはい。Kさん、改めてご自身、お名前Kさんでよろしかったですか？はい。あ、了解です。Kさん、今日のご相談の方、ちょっと最初に聞けますでしょうか？ですね。はいはい。お互いに結婚してるんですけど、おうおう、はい。別に関係の方がいて。あ、ごめんなさい、もう一度。お互い結婚してるんですけど、はいはいはい。不倫関係。不倫関係の方がいて、はい、人がいて、はい、でもやっぱりこう良くないことだし、はい、できれば年内に、はい、年内に、おお、あと何日だ、11日、おお、いいんですよ、いいんですよ、いいんですよ、11日で、いいですよ。また新しい年迎えちゃうと、はいはい、またずるずるいっちゃいそうなので。なるほど。どうしようかな。そしたらその不倫相手の方とは何年間ぐらいお付き合いがあるんですか？もう本当にもう付き合ったばっかりなんですけど、もう2ヶ月ぐらいなんですけど。あ、まだ2ヶ月。おお。結構お互いべったりになっちゃうタイプで、もう時間があれば電話でも何でも会ったりでも何でもなっちゃうので。頻繁にはいらっしゃると。そうか。ですね、その方とはどちらで出会われたんですか？あ、仕事場です。お、職場で。あ、そうなんだ。ちなみに旦那様とは結婚されて何年間ぐらいなんですか？15年です。うん、そんな長い。お子さんはいらっしゃるんですか？私は2人いるんですが、あら、ママさんなんだ。相手の男性が15歳年下で、え、あ、フルナイトの方が。25歳25歳になるんですね。子供欲しいんだけど、子供がいないっていう感じで、相手の25歳の人には子供が欲しいんだけどできないと、うん、そうみたい。うんうんうん、もう私も子供2人いるので、もうやっぱ自己嫌悪の毎日になっちゃうんで、はいはいはい、どっちかやめたいなって。あと11時で了解でございます。そしたらじゃあ今のことを踏まえてリサ先生、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。 K さん、はじめまして。はじめまして。でも先生の、はい、マヒナの、あ、泣いちゃった泣いちゃった、あら、早っ。お写真とかいつも見させていただいてて、いつか鑑定っていただきたいなと思ってたんで。ありがとうございます。感激していただき、私ももうじゃ涙で本当にもう、うんうん、じゃあぜひ鑑定させてくださいね。Kさん、よろしくお願いいたします。はい、じゃあとりあえず、じゃあ、まあ、不倫相手の方と別れたいということですね、はいはい。じゃあ逆質問で、どうして Kさん、はい、この方と別れたいんですか？なんかやっぱりもう本当にその人が好きっていうよりも、うん、こう私自身がやっぱりこう人に必要とされることで、こう自分に自信を持ちたいっていう多分思いだと思うんですね、うんうん、なので多分私も本当に好きだったらばっていうのあるんですけど、多分必要とされたくていろんなことを相手の人にこうしてあげちゃって
して、うん、自分は結構もうヘトヘトになっちゃって、うんうん、でもなんか奥さんは全然そういうのあんまりしてくれない人だみたいなことを聞いて、でも奥さんのことはすごい大事な感じだから、なんかやっぱりこう、うんうん、わかる、うん、はい、ありがとうございます。じゃあこの彼と別れるためにどうしたらいいかっていうことかな。はい、この彼と別れたいためには、ケンさんはもう自分の中でこの人と別れようという気持ちが持っています。だから、はい、でもやっぱりケンさんのその優しさっていうのがあって、その優しさがこの彼をどうしても放っておけないっていうことで引っ張られている状態。はい、うん、でこの彼は決して悪い人ではない。 K さんのことを、まあ、不倫という状態だけれども、本当に K さんを愛しています、うん、で K さんも K さんの中を見ていると、 K さんはもう一つの K さんっていうのがいて、その K さんはこの彼を必要としています、うん、大丈夫？大丈夫かな？でも K さんの中で、まあ、終わりにしたいってもう一人の方がいて、でこの彼はさっき言ったように、あの悪い人ではないけれども、 K さんをこれからその引っ張っていくとか支えていくとか新しいものを見せていくっていう彼ではない。だから K さんはでもこれから新しい世界を見たいとしていて、もっと上を見ていきたいと思っている人です。でもうそのそれだけの、うん、力も持っています。だから別れたいのであるならば、もっと自分の未来を自分なりに描いていくっていうことを強くしていくと、この彼と別れられる。でもさっき言ったように K さんの中にもう一人の K さんがいて、それはどうしてもその欲というものに引っ張られたりとか、優しい優しい K さんがいたりもしたりとかするので、それを強めてしまうとどうしても彼と別れられないってなる。だからこれからはそのなんかもう一つの、さっき言ったそっちの欲の、K さんではなくて、もう一人のこれから未来自分はこうなりたい、ああなりたい、こういう人と今度家庭を大切にして仕事もこうしてっていう、その自分をもっともっとイメージしていくこと、はい、うん、そうするとそっちに自分が引っ張られていく。でもしそれが欲の方に負けるときは、その自分のこうなりたいっていうイメージが弱まってるとき。ああ、その通りだと思います、うん、だからその弱まってるときにどうすればいいのかっていうときは、まあ、家族いて子供いてってなってると、はい、仕事をしてってなるとまた時間もなかなか取りづらいと思うんだけれども、自分の一人の時間で心の声に自分の耳を傾けるっていう形をするようなイメージをする。うん、その時間を5分でもいい、3分でもいいから、お風呂入ってる時でもいいから、それをとことんしていくと自分の道っていうものが曲がったとしても、また修正でまたそっちの道に走っていくっていうことをしていきますね。自分がこれからこういう自分になりたいっていうことを具体的に自分の中で自分に問いただすっていうことですかね。そう、自分の中にも持ってるから、 K さんは、 K さんはさっき言って、中に2人3人4人の K さんがいるの、うん、でこの彼の前にいると欲の K さんになる。会えて嬉しいとか、一緒にいたいとか、嬉しい、ハッピーハッピーみたいな。でも終わると現実的な K さんも出てきて、うん、私何やってんだろうとか、もうそう思う前に本当何やってんだろうでしょ。そうすると K さんの場合は自分を責めてしまって、もっともっとこの渦の中に入ってってしまっている状態だから、うん、K さんがやることはそこから本当に、ね、今回の自分がここから抜け出したいって年内にっていうことだから、うん、あとね、それこそさっきハニャ先生もおっしゃってましたけど、11日かと。そうね、うんうん、11日ですかね。11日、うん、先生の予約がなかなか取れなくて、うん、すごいありがとうございます。毎日別の方に見てもらう続きあるんですけど、うん、先生の予約がうん、絶対
私弱いからダメだって言われて、だから、今日はどうしたら、切れるのかをどうしても別に切れたいと。あのね、神様の神っていう字あるでしょ、あの字って昔の漢字で書くと11なのね、神って、だから今日あと11日ラストなのでちょうど神がかってるから、それこそ計算クリアできる、だからこれ鑑定が終わった後にそれこそ夜空を見て目パチパチしながら自分の未来のイメージをたくさんして、それでお休みされるとそれこそ明日すがすがしい気持ちに今日よりもなってるはず。それを顔写真見ます、いっぱい。 ありがとうございます。顔写真って大丈夫ですか？そうですね、リサ先生も思い出していただいて。いいと思います。本当ですか？私の顔写真で大丈夫ですかね？キラキラしてる。あら、キラキラしてる。いい眼科行かれてるんですね。ありがとうございます。じゃあ、Kさんのこと毎日、あと私も11日間しっかり Kさんがこの彼と離れられるように私願わせていただきますので。ありがとうございます。絶対頑張ります。絶対クリアできるよ。だってもういるもん、別のそのさっき言った Kさんの中にはいろんな Kさんがいて、その Kさんの中にもっと自分がこうしたいっていう Kさんいる、こうなっていきたいって上を見てる Kさんがいるから、そこを強めていけばいいだけだから、絶対に報告します。ケイさん、他にもう少し時間があるんですが、他に聞きたいことってありますか？やっぱり私、今の仕事してて、やっぱりこの仕事でずっとこれから先私は行くんですよね。行くよ、この仕事もっともっと繁栄するよ。これって美に関するお仕事してるでしょ、ケイさん。え？美に関するお仕事をしてるでしょ。え、そうです。あ、やっぱりぴったりだよ。あ、そうですか。でも雇われてるっていうよりも家族経営とかじゃないかな、ケイさんは。そうです私はまあ従業員っていう立場なんですけど、でもゆくゆくは K さんが経営者になっていくっていうことだよね、ここね。なれる。そのなる一歩としても、さっき言ったようにやっぱ経営者って、K さんだけではなくみんな誰でもよくっていろんなものが自分の中に渦巻いていて、で経営者になってくればやっぱりその従業員に、もちろんね、その生活をやっぱり確保していくっていうかな、責任っていうのが問われていくので、やっぱり今ここでちょうどこの彼を切るっていうことが自分もそういう時の欲に負けず、これからの経営も反映していくっていうことにつながるよ。だから第一歩。そういう私見えます。見えるよ、しっかり見えるよ。今涙でくしゃくしゃだろうけど、鼻水もね、ボーボー出てるんだと思うんだけれども、ケイさんにしっかり見えてるよ。だからこんな話するの。もしケイさんがそういうケイさんに私がそういう姿を見えなかったら、もっと違うケイさんに私は違う話の仕方をしてる。ケイさんにはしっかり見えてる。慰めとかじゃなくて本当に見える、慰めじゃないよ、大丈夫。鑑定だからズバリ言わせてもらうけど、ごめんね。みんなすごい先生の未来鑑定が当たるってみんな書いてるんで、頑張ってます。ぜひ、絶対できるから大丈夫。はい、私もね、ダイエットしようと思って明日から食べないと思うの。でも食べちゃうんだよね。で次の日やっぱり頑張ろうって。やっぱりだから私も11日間で今日神様のね、日だから私も今日からダイエット頑張る。みんないい人なここで私ちょっと癒されちゃったね。でも恵子さんから見て、今の圭さんに何か変わりたいって言ってらっしゃる圭さんに対して、何か前向きになる一歩踏み出せる何かアドバイスありますか？いやでも先ほどほら、先の自分のイメージしたっていうのはちょっと似てると思うので、確かに、それはちょっと
おすすめ。確かに、確かに。プロが、プロがいましたよ。おすすめ。はい、ねえ、うん。うん。はい。ねえ、ケイさん、今日、こうやって本当に、伊佐先生とつながって、こうやって、あやかり、出演、ねえ、ケイさん、選ばれてなっていて、本当これって偶然じゃなくて必然かなと思うんです。だから、本当に、本当に。だから、ご自身でしっかりね、今後、ビジョン持って、一人でお立ちになって、はいはい、言っていただけたらななんて、はい、できる先生もいい報告できるように頑張ります、ねね、ぜひ、ね、次は、ね、マヒナさんの電話でお待ちしているので、ね、マヒナの電話で先生にちょっとスケジュール確認をそうぜひしていただけたらと思います、はいはい、ケイさんありがとうございました。はい、ありがとうございます。じゃあそちらに携帯を、ありがとうございました。本当にそう、ひごさんもおっしゃってたんですが、なんでそこが分かるんですかって隣でおっしゃってて、ね、分かるのはそれはすごいなのでね、そこまですごいなと思って。本当ですか。いやもうそんなこと言っていただいてありがたいです。でも本当にこれはねいただいた ね本当に天からいただいた、そうそうそう、ね、やっぱ才能ですしね、ですから、ねやっぱりゴルフね、ゴルフのやっぱりだってプロになるって私すごいと思います、うん、本当に本当に、いやいやそんなあれなんですけど、うん、すごいですね、びっくりしました。いやいやありがとうございます。で少しお時間もあるので、伊佐先生がもしよかったら恵子さんのことを何か、はい、ね、はい、ちょっと先に先を言いたいですね。じゃあ恵子さん何かじゃあ何か先というのは何が気になりますか。いやまあ年齢もあるので、はい、もちろんまだ試合レギュラーでね、試合もやりたいんですけど、その先とかがねちょっと考えていかないといけない年齢だと思うんですよ、ずっとは。プロ以外で続けるか、まあまあ多分ゴルフはやっていくのかなと思うんですけど、されたりですね、ですか、うん、やられます。途中やっぱりこうなんだろう、どうしようかなって思われる時は来ますが、必ずその教えたりとかすることですかね。いやまだまだ自分でやります。まだ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 やります。でもその先はもちろん教えたりとか、はい、そういう形に流れていく。結構長いですか。まだ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 長いです。まだまだ、まだまだ長いです。意外でした。本当ですか、はい、まだまだ長いです。まだまだ、うん、なんか自分のなんかできるのになんか自分はもうここら辺もう年齢も年齢だからっていう、自分で今日なんかこう上からこう蓋をかけてるように。そうですね、ちょっと制限かけて、制限かけてますよね。まだまだエネルギー的にいけますよ。本当にいかつでもどんなジャンルでもっていうんですか。やっぱりじゃあ頑張ります。本当に、はい、本当絶対いけますよ。どんぐらいまで制限かけたらそんなじゃん、そんなじゃん。そうですね、はい、今聞いちゃった。じゃあ逆質問で、はい、どのぐらいまでって思ってます。自分の方じゃ行きたい、うん、いやその後 2,3 年かなって。今早先生にありましたよ。何や早い。さあ、いやとんでもない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 。ちょっともう自分の中ではちょっとこう多少こうプランがこう出てたんで、全然違います。もっといきます。あので本当にエネルギーの保湿はそんな 2,3 年じゃ終わらない、ね、終わらない。頑張ります。今衝撃でした ね、うん、まだまだいけます。本当にもうなんなら今年その来年レギュラーで出なかったらちょっと、はい、うん、ちょっとフェードアウトしようかな。さっきのグラフもありましたけど、一回整形してからが長いですからね。そうみたいです。そうですね。なるほど。そのした方がいいんじゃないですか。宣言した方が、はい、長い。が今宣言したんです。そうですね。今宣言したんで、はい、長いです。長いです。ありがとうございます。はい、本当に、はい、ね、でもこれからの恵子さん私本当に楽しみだと思って。私もそうです。本当ですか。だからなんかね、はい、まあ、同じぐらいの、まあ、40グループですけど、そうです ね、これからこれからだななんちゃって思ってて、こう3人一緒にしちゃってますが、私もごめんなさいね、3人私も一緒にみたいに思っていて、私この3人はこれからまだまだだと思いますけど、本当に大変な花がふやーみたいに咲くかなっていうイメージが私勝手にしていて、私も安藤先生一緒です。勝手にしていて一緒に心で今旋風を、ね、連鎖連鎖を前からと回ってますね。回ってます。ありがとうございます。ね、あと、けいこさんって個人的にブログとかはされてらっしゃらないんですか？やってたんですけど、全然今。あ、そうだ。ツイッターとか何か。もうやってないですね。あ、そうなんです。何か情報発信とか簡単に
インスタでもいいですし、うん、お写真だけでもとか、なんか発信されるインスタはもう見るだけで、もう全然何も、本当に申し訳ないけど、何も、はい、今やってないんですよね。そうですか、何かおやりになっても。はい、やります。あの、良ければなんか、ね、やった方が、アウトプットした方がいいんじゃないかな、うん、このエネルギーは。あ、そうですか。そう。循環させた方がいいんじゃないかなって。人に、うん、あの伝えた方がいい。止めてるのもったいないですよ。溜めてるんですかね。溜めてます、はい、エネルギー溜め込んで溜め込みすぎ出して出して出してっていう。じゃあ先生はブログってされてないんですか。私されてないんですよ。あ、そうだよ。リサ先生、リサ先生リサ、インスタのインスタしてないんです。リサ先生、一緒に一緒にスタートします。ちょっとぜひ私は同時スタート、ちょっと11日しかないので、私の勝手ですね、今日ですね、11日で私の勝手なんですけど、すいません、なんとかとんでもないです。私ちょっと具体的にどんなものを発信していこうと思います。あ、じゃあ先生と、あ、そうですね、発信、感じたこと、思ったことをどんどん言っていく。そうですね、そうですね、そうですね、それはそうすると、こんなでいいんですか。もっとありますよ、思ってること。例えば何でもいいですよ、はい、もう感じたこととかね、はい、ためないでもらいたい、それによっ、確かに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 、うん、食べるとはよく言われますね、はい、あのいろいろ出していくと慣れてきて、うん、いろんなものが出てくるようになります、うん、はい、その。あの、いいですよ、別にネガティブが悪いわけじゃないので、はいはいはい、それが共感を呼んだりもするので、はいはいはい、等身大のナチュラルな恵子さんを出しになるのがいいじゃないかな、なんて。なるほど、そう、等身大、等身大、そうです。本当にそれによって、まあそのね、あの、はい、それを見た、はい、まあ、読者の方が、はい、またいいものを返してくれるので、はい、本当循環、うん、本当に、ゴルフ関係の若い方から、あとそれ以外で例えば主婦層とか、うん、あの子育てしてる方とか、あとは本当に何て言ったら心のお話が分かる方とかも、きっとピンポイントで分かる方がいいのかな。そうなんですね、ジャンル問わずっていうか、出した方がいい、発信で、ですよ、あの、もったいない、もう、はい、なんか宝の持ち腐れなので、本当にですね、宝の、エリサ先生も私ブログの体験したいな。ちょっと一緒に行きますか、年内でちょっと年内で。ハリア先生はやるですよね、やられてますもんね。フェイスブックはやってますか。1年こう2年ぐらい更新固まってるんですね。あれだって、もしかしたら私あの、読者でも私ぜひつながりたいななんて思ってるので、なんかいいですね、3人のそこでつながりたいな。いきます。やばい、私もそう、コメント来てますが、ちょっと見た、はい、そうでした、コメントだった、ちょっと待ってくださいね、はい、今日たくさん来てまして、やっぱりね、お二人だから結構すごいたくさん来てるんですよ、うん、どこまで読んだかな、恵子さんの、はい、あのゴルフのどうやったらうまくなりますかっていうアドバイスで、はい、ハーフショットか、うん、なるほどだったりとか、うん、ママでプロゴルファー目指したい生き方ですね、うん、だったりとか、恵子、うん、さん髪の毛サラサラですね、うん、見てる。そこまで見てる。確かにあの髪の毛が美しい、美しいですよ、サラサラです。確かに、美味しいご飯一番ですよね、だったりとか、いいこと10個探しいいですね、うん、って来てますね、うん、あとメンタルが大きく影響しますよねって、ゴルフですね、集中力、気力などって、ですよね、うん、観客のため息とかカメラのシャッターとか、はいはいはい、やっぱりあるんですね、やっぱりありますね、もう、もう常に、そうか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 、やっぱメンタルが大事だですよね、だから吐き出した方が先ほどのように、そうですよね、確かに、うん、で、良いことを言葉に出したら想像しただけで笑顔になれそう、ね、なれますね、うん、あと今できることを、うん、ああ、さすが、それができたら今があるんです、やっぱり今が大事にってことですね、うん、であと旦那様のご協力も大きいんでしょうねって聞いたりとか、あ、4年ぶりなんですねってツアーのお話ですね、で、あと、あ、期待にフォーカス、うん、ハートマークだったりとか、今日可愛いキラッキラな、あのね、コメントが多いです、これやっぱりお二人だからだと思いますよ、エネルギー的に、本当に可愛い、本当にリサ先生、本当にお二人揃ってっていうか、うん、キラッキラなコメントが、あ、100切ったことないとか、頑張りましょう、私も頑張ります、100は切れます、あ、切れました、頑張りましょう、私とご一緒に、ゴルフは絶対100はちゃんとやれば切れると思うんですよね、かしこまりました、はい、確かに、はい、やり方次第で、かしこまりました、今の自分に自信を持つことは大切ですよね、だったりとか、恵子さんすごく本当に心があって真面目な方なんですね、ハートマークって来てたりとか、
ねえ、あ、リサ先生、リサネーダーって来てますね。入っちゃうんですね、リサネーダー。はーい、待ってました、リサ先生。リサ先生、学校の先生みたいで、これ多分見えないでしょうか。確かに大丈夫です。メガネ、今日メガネ、今日メガネなんですよ。今日先生、はい、ね、あと、あ、リサ先生、あ、リサネーの鑑定は愛があって素敵ですって、他人の鑑定なのにパワーもらいましたって、確かにそれは、お客さん、それは思いますよね、ここで見てて、本当に、あの、本当に伝わります。ございます。やっぱ連鎖が起こりますね、これは。で、そう、Kさん応援してます。あ、こ、Kさんか。応援してますって、電話の Kさん応援してますって来てますね。ね、よかったです。本当に。で、あと、こちらの恵子さん、恵子プロ、若いからこれからですよって来てますね。はい、ありがとうございます。疲れたら美味しいお肉食べてね。そうですね。お肉大事ですね。本当に、はい、お肉女子なんてか、リサ先生はお肉。大好きです。あ、大丈夫、大丈夫。ちょっとぜひ女子会。はい、じゃあ、ケイさん。あー、やったー、やった、女子会、女子会です。私、本気、私本気にしちゃう人なんですよ。私も本気にしちゃうんですか。ゴルフ行って、焼き肉。あー、来ました。ちょっとすいません、私ちょっと、やったー、やったー、ありがとうございます、本当に。ということは、じゃあ、あっという間に1時間来ちゃったんですけど、では、あの、もう一人ずつ感想をいただいてもいいでしょうか。したら、じゃあ、ケイさんからぜひ。はい。そうですね、本当になんか自分が思ってなかったことをちょっと今日聞かせていただいたので、うん、ぜひ参考に来年頑張っていきたい。ぜひぜひ、はい、来年からさらにからとからね、長くやるからね、はい、頑張ります。ありがとうございます、はいはい。リサ先生はいかがでしたか、はい、今日ね、今日で、ね、あやかりの方が今年最後だっていう、はい、いうことで出させていただいて、こんなハッピーな、そしてゴルフに焼肉にはもう私の来年の楽しみになりましたので、ありがとうございます。お二方で、ここで恵子さん、改めて、はい、その来年のツアーの告知をちょっと恵子さんの口からお願いします。来年、3月から開幕戦はちょっとわからないですけど、はい、まあ、その後から前半戦は大体レギュラーツアーに出れることになりました。ツアーももう本当に若い子が今、はい、多い中でやらなきゃいけないので、そうですよね。10代の子もいましたね。全然もう普通か18でプロテストに合格した子がもうほとんど出てるので、すごいですね、本当に、うん、20個下の子とかとも回るような形なんですけど、私ぜもうぜひね、あの全然ここ40代がここからここからですねっていうのを見せたいですね。見せたいです、はい、私も、はい、見せていきたい、はい、ゴルフ界として、そしてここはスピリチュアル界として見せていきたいですね。これからですね。ありがとうございます、はい、本当にあの恵子さんの来年、あのぜひチェックしていただけたらと思います、うん、でそしたら、あの来年の次回の新春の、あの放送の告知もさせていただけたらなと思うんですが、次回の放送はですね、1月の10日の水曜日夜9時から1時間生放送でお届けします、まあ新春スペシャルということで、去年もさせていただいた、あ、今年の頭させていただいたんですが、あのマヒナからゲスト鑑定士の方、3人、要は4人で1年を占うみたいな感じでちょっとスペシャルでさせていただきたいななんて思っております。まだちょっとどなたがお越しいただくかはちょっとわからないんですが、リサ先生来られたらじゃあその時はよろしくお願いします。よろしくお願いします。まだわからなくてよろしくお願いしますということで、もう1時間あっという間に来ちゃったんですね。早いですね。本当にハッピーオーラを2人から私いただきました。本当に半田先生からもしっかりとがっつりいただきました。勢いできましたね。私も来年の私我にしたいと思います。勝手にも本当にお二人ありがとうございました。どうでもね、ありがとうございました。じゃあの皆さん、また来年もよろしくお願いしま